着いたんだ。クレック。わかった。やってみる。よかった。その代わり、一緒にいない。私が話してる間。いいよ。私の母親じゃない。私は、あの人の娘じゃない。俺が愛してるのは君自身。怒鳴らないでよ。通りを歩いてる人にまで聞こえちゃうわよ。はっきりするって何よ。将来だ。勘違いよ。どうしたら話がそんな風になっちゃったのかしら。グレゴリーは私と結婚したいなんて思ってません。あの人あんまり刺激しないんだ。少し疲れてるみたいなの。どうも。どうやらいくつか誤解があったんだ。そうなんですか。なんか気が楽です。朝からあいつと変な話をしていたせいだ。僕はあなたの奥さんと結婚したい。いや、どういうわけか。君が私の妻と結婚したいと思い込んだんだな。あなたの娘さんですよ。え？私の娘と結婚したい。お許しいただけるでしょうか。まあ、どう？元気？私ったらうっかりしてた。二人のことをちゃんと紹介してなかった。お父さん、あちらグレゴリー。もういろいろ話しただろうけど。で、グレゴリー、こちら私のお父さん。いや、どうも来てくれてありがとう。